GNU テクシンフォはフリーなコンピュータプログラムであり、一式のソースコードから複数の形式で文章を生成する。また GNU プロジェクトで公式の文書体系として用いられている。テクシンフォは言語の公文やこのアプリケーションの入力用ソースファイルを指しても言う。テ e c h フォは章、節、相互参照、作品のある本のような文章を構成できる。ソースは ほぼ、プレーンテキストだが、厳密には、から始まるコマンドでフォーマットしたテキストである。部分的なソースファイルの例は、次の通り、i f n テ t e x ノードトップ、トップショートサンプル、インサートコピーリング、エンド i f n テ t e x メニュー、ファーストチャプター、ザファーストチャプターイズザ、オンリーチャプターインディスサンプル、インデックス、コンプリートインデックス、エンドメニュー、 このコマンド群は、章といった構造を表したり、一定の出力種類だけで処理される部分的なソースを示したりしている。テクシンフォのサポートする出力形式には、プレーンテキスト、インフォ、HTML、DVI、PDF、XML、ドックブックがある。印刷のできる形式として、テクシンフォは、テクスを使っている。これは、テクシンフォのコマンドを、テクス自体に、 解釈させるのに必要な命令の発行による出力形式に万ページのないことに注意してほしい。テクシンフォア、GNU、Linux といったユニックス系環境で典型的に使われている GNU ソフトウェアの文章を書くのに使うが、そういった環境の伝統的文書形式は万ページである。万ページにはきっちりした関連の形式がある一方、 テックシンフォの典型的適用例は入門書や参照マニュアルである。伝統的にクイックリファレンスマニュアルであるような万ページにテックシンフォを使っても利点はない。GNU プロジェクトの多くのプロジェクトは万ページを避けているがインフォのページを参照するように書いたきり放置した万ページもある。ありがとうございます。